かけら。キラ星見てきました。スタードライバーザ・ムービー、銀河美少年伝説とはつきません。スタードライバーザ・ムービー見てきました。超かっこいいでしょ、タクト君。もうタクト君映画ですよ。でね、これ私前知識全く入れないで見に行ったのね。だから最初新作カットが流れたんで、あ、これ新作なんだみたいな、あ、もしかしてテレビの続編、それともアナザーワールドみたいなのとか、何でもいいから新作なんだと思ったら、最初の5分くらい新作でした。その後はまあ予想通りの総集編でしたね。総集編ね、困るのはあんまり見てない総集編ならいいんですよ。タクト君に関してはすごい見てるんですよ。それこそ最終話と最終話前ぐらいの回はもう何十回も見てて、セリフ覚えちゃってるぐらい見てるんで、もうセリフも全部知ってるんでっていう感じでしたね。まあでもね、新作カットその中間にね、挿入歌があって、そこの部分の新作カットとかはありましたけどね。まあでもやっぱタクト君は素晴らしい。都内もあんまりやってなくて、なんかね、その橋本の映画館行ったんだけど、すごい広いシアターだったのにガラッガラだった。ちょっとショックだった。みんな見ようよって思った。タクト君なんだろう、人気ないのかな。これすごい面白いのに、なんでさ、テレビ版もそんなに評価されなかったんだろうね。視聴率悪かったじゃん。なんか銀河美少年爆死とかさ書かれちゃってさ、なんでだろうって。もうめちゃめちゃ面白いじゃん、深いし。だってやってることさ、学園モードロボットものでさ、で星の王子様が、まあ、深いところであって、これをね、星の王子様を聖書に置き換えてちょっと変えるとエヴァンゲリオンなんですよ。やってることエヴァンゲリオンと全く同じで、なんでエヴァンゲリオンがヒットしてスタードライバー視聴率 2% とか 3% とかそんなん出ちゃったんだろうっていう。こんなの見てもあれですよ、宮野守と福山潤の無双ですよ。最近思うのはこういう、まあここだけ見せちゃっていいかな。これさ、よくこういうの宮野守のこの写真出てんじゃん。宮野守素でいいじゃん。なんでさ、化粧こんなたくさんしちゃってさ、あ、まあいや、私ファンだし、ファンだからいいや。私ももうね、1年に1回しないからね、化粧。2、3年に1回だからね、しないよくない化粧とか。こう、ほら、かっこいい。というわけで、キラ星バイバーイ。